実は自分が理想とする形っていうのは、いつもいろんなルーは全部そうなんですけども、後ろにでかいやつをつけて、前は比較的軽めにします。比較的軽めっていうか、ちょっと一つ小さいやつつけます。どうなるかっていうと、飛距離が取れます。飛距離が出ます。これで今形が、前がちょっと小さく、小さくてこれで ST66-30 ですけど、後ろがちょっと大きめをつけてます。飛距離が 2m 伸びました。これ重い重いです。やっぱり変わる、ほら変わる。次の DVD の撮影の時にはこれ使って釣ります。